はい、では FM7 続きやっていこうと思います。前回お見送りの儀式をやったところで終わりましたが、あれさ、お見送りの儀式やってる時さ、レッドサーティンがチラチラ見てるんですよね。あとミニゲームの時に奥の方に兵隊さんいたと思うんですけども、あれ多分ティファかな。なんかみんな来てるっていうね。それでゲットしたフォースイーターなんですけれども、それがね結構良かったんですよね。ちょっとつけちゃいましょう。そう、これね、攻撃力とか上がる上にね、マテリアの成長2倍なんですよ。あ、でもちょっと待って、これちょっと付け替えないとダメだ。そう、ちょっとね、お見送りの儀式をやった後ね、少し進めちゃってさ、あ、やべえって思って、ちょっとやり直したんですけれども、ね、今回ね、これ進めていこうかなと思います。よし。なんか勝手に進むんだよね。あ、ほらほら、お急ぎ、あとはお前だけだ。どうやって来たんだ。イルカに乗せてもらった。お前が柱を登った後、プリシラが思いついたんだ。悪く思うな。俺たち新たな大陸に向け海を渡る。シーラの軍服に包まれながら。ということで、船だぜ、船。まあ、新社長も乗ってんだけどな。なんか出てきそうだな。ドラクエだったらさ、でっかいイカとか出てきますよね。こう船旅に出たところにボス戦になるっていう。さあ FF7 は、うん、あ、お、エーテルネオン。え、ねえねえねえ、この人はこれだけ働いてるのにまだ働けてるのか。新社長だってどうせ同じだろ。上からあれこれ命令するだけさ。あ、ちょっと待って、これがある。お、全体、おー嬉しい、全体持てるよ。これは嬉しいであるよ。まあでもつけらんないんだけどな。穴がつながってないからね。あ、やっぱエアリスよ。ねえクラウド、ジュノンで飛行艇見た？噂に聞いていたけど、あれほど大きいとは思ってなかったな。すごいよね。ねえ、私はいつか、ねえ、私あれに乗れるかな。いつか俺が乗せてやるよ。期待しててくれ。わー、楽しみにしてるからね。かわいい。なんかさ、エアリスのさ、なんかたどたどしい喋り方超かわいいよな。ご貴様、キリキリ働かんか。今この船にはルーファース新社長と本社のハイデッカー統括が乗船されている。うまくすれば昇進のチャンスだぞ。昇進か。でも昇進するにあたっても給料上がるのはいいけど、責任も伴うからね。俺を止めても無駄だぜ。おー、媚びを売っていけ、媚びを。大事だよ、媚び売りはな。ん？ここか。よいしょ。やっぱりティファとかいないかな。異常なしであります、ソルジャー殿。なんてわかるティファよ、どう、びっくりした。でも本当はね、こんな軍服嫌い。軍服も兵隊も戦争もみんな嫌い。大切なものを大切な人をみんなから奪ってしまうから。早くなくなるといいね、クラウド。ああ。そうだよね。それでは張り切って見張りを続けるであります。ふふふ。かわいい。よいしょ。さあ、この人は？元気がねえぞ。海の男はガッツだ、ガッツ。何か物足りないの。おお、何が足りないんだ。あ、ここでお買い物できるんだ。へえ、もうお金ないんですけど。コスタデルソルか。残りついて久しぶりの休みでベンチで体を焼こうかな。あ、セーブポイントがありますね。もうセーブしちゃいましょう。よし。早く大暴れしたいぜ。前回バトルなかったもんな。なんかミニゲームして遊んだって感じだったもんね。私だ、レッドサーティーンだ。ちょっとフラフラするが何バレることはない。え、これ、え、でもレッドサーティーンって四足方向じゃないの。人間というものは大抵物事の外側しか見ないからな。この服を着るだけでどこから見ても立派な人間だろう。いや、無理がある。あ、かわいいし、ポリフリしてるんだけど。あれ、あとバレットどこだ、バレット。バレットサボってそう、めっちゃ。
レちゃん。え、私どこから来たんだっけ。あれ、疲れたんだ。海の男のスーパー大工インビジブルアルファ、これ1本でビンビンよ。250ギルド。あー、ないな、お金がない。あれ、バレットいなくない。もしかしてあれかな、さっきエアリスがいたところにいるのかな。え、私ってどこから来たんだ。あー、ここか。バレット、あ、社長もいいんじゃん。ミラヨクラウド、ルーファースト、ハイデッカーだぜ。こんな近くにいるってのに手が出せねえなんて。うぬぬぬぬぬぬぬ、ダーの野郎のんきにガハ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 笑いやがって。あいつのせいでビックスは、ビッチは、ジェシーは、あの3人死んだんだよね、柱に潰されて。が我慢できねえぜ。いっそのことここで一気に肩をつけ。緊急連絡、不審人物を発見の報告あり、作業のない各員は館内を調査、発見次第通報のこと。繰り返す、不審人物を発見の報告あり、作業のない各員は館内を調査、発見次第通報のこと。しまった、見つかったか。いや、俺たちじゃねえようだ。となるとティファたちか。こいつはいらねえ、行こうぜクラウド。はーい、あ、ついてきてくれんのかな、バレちゃん。あ、全員集合。みんな大丈夫？大丈夫か？あれ？みんないるわね。待てよ、おい。ってこと、不審人物ってのはまさか、セフィロス？本当なの？俺だってわからねえよ。確かめよう。それが最も論理的な行動だな。さて、誰が行く？あ、はい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 。じゃあパーティーですよね。じゃあちょっとレッドサーティーンと、どうしよう。でも、ティファーエアリスでもいいな。これでいくか。いや、でもな、エアリス連れてきたいな。ちょっとこれでいきます。エアリス好きだからな。セフィロスが。よし、行こう。はーい。ちょっと待ってよ。ちょっとマテリア見ます。マテリア、よいしょ。ちょっとマテリア付け替えますね。なんか、せっかくね、全体感ゲットしたから、いい感じにちょっと付けたいなと思ってまして。よし、ちょっとね、マテリア付け替えてきました。私なんか罠なような気がするんだけどな。クラウドたちを引き寄せるためにみたいな。パーティーの編成変えられるんですね。どうなんだろう。なんだお前、この船のクルーじゃねえな。マイク、海のとか細かいこと気にしねえのよ。ほっといてちょ。だってこっちかいな。あ、倒れてる。機関室に不審人物。いや違う、あれ人間じゃ、人間なんかじゃない。あ、じゃあガチでなんか現れたんだな。え？あ、バトル。じゃあ久しぶりじゃん、戦闘。行きまーす。あ、クラウド武器変えたから見た目も変わってますね。ちょっと嬉しい。あ、盗めばよかった。よいしょ。
7、強いぞ。盗んでみよう。オッケー。なんか盗めないかな。うん、むむ。なんか取って。うー、難しいな。よいしょ。なかなか死なない。オッケー。しいな。これなんだ。あ、寝るのか。あ、寝ちゃった。よしよし、オッケー。あとお金なくなっちゃったからね、お金稼げつつちょっと行きましょうかって感じなんですけれども。お、目薬やった。上に行きたいな。なんかアイテムがあるんですけど、こんにちは。セフィロスなのか。違う、セフィロスじゃない。長き眠りを経て、時は満ちた。見て、クラウド。あ、セフィロスじゃん。セフィロス生きていたんだな。誰だ。俺を忘れたっていうのか。俺はクラウドだ。クラウド。セフィロス、何を考えている。何をするつもりだ。時は満ちた。何、何を言ってるんだ。ああ、この人。誰。なんか盗めないか、ちょっと見破ってみよう。よいしょ。いや、BGM かっこいいな。ストップ。おー、危ない。何も持ってない。はい、了解です。あ、ジェノババースだって。へえ。うん、特に弱点がなしって感じか。かっこいい。 BGM めっちゃかっこいい。すげえ。なんかオブジェみたいだね。あの万博とかにありそうな感じの。おー、あ、いいね。ジャッキー封印。よいしょ、回復しましょうか。おー、お、いいね。ティファもリミットブレイクして、よいしょ、イエイイエイ。あ、いいね。あ、いいですね。ティルレーザー。あ、やばいかも。うわ、おー、あ、もんで大丈夫だよな。召喚するか。どうせやったらチョコバーのモーグリ。あ、ちょっとなんかクラウドも召喚してみたいな。じゃあ行くか、召喚。シバさん、あ、無理なの。あ、そっか、まだあれか、召喚のムービーが終わってないからってことですよね。友達から聞いたんだけどさ、召喚獣の演出なんかあのすごい長いのもあるって聞いたんだけど、どうなんでしょうね。ちょっと楽しみだな。ダブルレッド、あ、やばい。ダイヤモンドダスト。シバ、綺麗な女の人ですよね、しまって。ほらほらほら、お胸が、お胸がエロい。これ、お、いいね、聞くじゃん。いいすな、いいすな、いいすな。ケアル、よし、オッケー。お、なんか調子いいね。で、目押しってね、苦手なんですけれども。サマーソルティング、ガス、何をする。あ、よかった。なんか
毒とかになりそうな感じしたけど大丈夫そう。よいしょ。なんか召喚って1回しかできなかったか、1つの場所、あの1つのバトルで。ストップ、オッケー。あ、倒れないか。なんかジェノババースとかもさ、リメイク版になったらなんかもっと生々しくなるのかな。おう、あ、来たな、ティラレーザー。よいしょ。キャバがすごい、リミットブレイク回るけど大丈夫かこれ。よし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 、行くぞ。ミスっちゃった、やっちったよ。さ、家やってないとダメージビビたるものだな。ダブルレーザー怖い。くすっか。ちゃんとお顔があるんですね。ガス。よしよし、まだ大丈夫だよ。ストップ。あ、ちょっと待って、クラウドさん止まってません？ストップってどうすればいいんだ。なんか、あ、倒れた。ありがとうございます。BGM かっこよかった。ありがとう。お、ホワイトケープ。いいっすね。装備品だな。これどこかで見たわね。ちょ、マテリアがあるんだけど。ジェノバだ。ジェノバの腕だ。ジェノバ、こんなのと一緒に。やっぱりセフィロスだった。時は満ちたとか言ってたわね。時は満ちた。わからない。ねえクラウド、ちょっとまとめてね。やってみる。やってみるから途中で口を挟まないでくれよ。セフィロスはこの星の支配者になるために約束の地を目指すと言い残し姿を消した。それは5年前だ。うん。星の支配者になるので約束、そうだね。そのセフィロスが現れ、プレジデントシンラを殺した。俺たちはたった今セフィロスと会った。そしてセフィロスはジェノバを持ち歩いている。これはわかる。あいつの目的は母なるジェノバと共に約束の地へだからな。だいたいそんなところだな。はい、湾岸作業員、湾岸作業員コスタデルソル入港5分前、接岸準備を開始せよ。ずっとここにいるのよくないんじゃない。はーい、よし。おお、イフリート、いいね。なんか召喚状がどんどん手に入ってきたな。よいしょ。ちょっと待ってよ、召喚状。いや、なんかさ、エアリス外したくないんだよな、個人的に。すごくパーティー、まあいろんな思いがあってさ、可愛いっていうのもそうだけど、ちょっと待ってよ。今イフリート誰かにはめてあげたいけど、これどうやったら上に行けるのこれ。あ、こうか。よいしょ。あそこのアイテム取りたいですね。なくなってんのかな。カパ。お、風切り。装備かな？私じゃない。ちょっと待って、ホワイトケープは、あ、カエルミニマム状態を防ぐ。なるほど。じゃあちょっとつけときましょうかね。カエルあるんだ。よし、じゃあ出るか。あ、先には行けない。生きていたセフィロスが約束の地本当にあるのか。
じゃあ今回はちょっと到着したところで終わりにしようかな。次の場所、あ、すぐ街があるわ。これ行き来できるのかな。あのコンドルのミッションあったじゃないですか、あれやりたいんだけどね。お、着いた。おお、いいね、南国南国か。暑いなここは。だがよ、せいせいしたぜ。これでちっこいセーラー服どうさらばだからな。いいか、こっから一般人として行動しろ。あら残念、バレットの水平姿可愛かったのに。結構可愛いだと。うんうん、バレット、あのセーラー服パジャマにしなさいね、クラウドもそう思うでしょ。そうだな、お、そうだな。あ、マシュマロかぶったクマみたいでぴったりだったいい例えだと思う。何、余計なお世話だ。俺はこの一長羅が一番落ち着くんだ。ぜいぜい、すまないが少し急いでくれないか。ここは暑い、私の赤鼻が乾いてしまう。あ、やっぱ獣は辛いのか。わかった、小休止の後出発する。あまり遠くへは行くな。はーい。ちっ、すっかりリーダー気味だな。自慢の毛並みが乱れてきたようだ。涼しいところで休んでいるよ。はーい。ルーファーさんが社長就任以来初の到着なんだ。今回は珍しく仕事の用事みたいなんだけどね。でも羨ましいよな、僕とそんなに年も変わらないのに社長だもんな。もう親がそうだったからしょうがないよな。君たちは密航者なんでしょう。いや、いいですよ、もう慣れっこですから。実は僕もここに就職する前にね、密航の常習者だったりなんかしちゃって。あ、そうなんですかえ、なんかセーブポイント見つけてやめようかな。こんにちは。まいったな、シーナの課長さん降りてこないんですよ。出張できてはないね、仕事忘れちゃって遊んでばっかり。なんだと、私がお説教したろか。なんかアイテムっぽいのあるくさいんだけど、登れないのかな。ヘリパッドって書いてますね。ヘリポッドか。じゃあヘリコプターも止まるのかな。あ、あなたたちアクセク働く運搬船の労働者には分からないでしょうね。マリンブルーの海の上、どこまでも続くイターナルの空を眺めながらセスナの翼の上でお昼寝する気分。そりゃもう最高なのよ。ほーん、やだよ水着なんて、日焼けするし。いいことねえだろって痛いしさ。あ、なに、オーライオーライ、誰が乗ってんの。トンさんとかかな。あ、社長たち降りてきたわ。ありがとう。長時間の船旅お疲れ様です。うん、ご苦労。ガースキーフの準備を急げ。はっ、やっぱり見つかっちゃう。セフィロスが乗っていたらしい。はっ、クラウドたちも乗っていたらしい。怒られるどちらも取り逃した。大失態だな、ハイレッカーか。面目ないです。いつから返事と謝ることしかできなくなったのだ君は。怖っ。スキフ発進準備完了いたしました。あ、なるほど、船から今度はヘリに乗るってことね。なんとかしたまえ、期待してる。ご機嫌斜めだよ社長。かわいそう。あ、いや、ちょ一般人にも暴力振るったなんてやつだ。あ、さすがに女性には手出さないか。お、ハイデッカーくん鉢合わせそうだな。こっちに行くと、あ、ハイデッカーくんいなくなってる。なかなかいい男ね。あ、あなたのことじゃないから安心して。ルーファー
ス社長のことよ。魅力的よね。お金も持ってるし金髪だしダブルのスーツだし。お金は持ってないけど金髪やで、クラウド。さて、じゃあちょっとセーブして終わりにしたいな。おお、いいね。なんか砂の街って感じ。セーブポイントないの？セーブポイント、宿屋とかに大体ありそうだけどね。ささっとささっと見て、バー、ちょっとちょっとちょっと、じゃあいいね、こういうリゾート行きたいわ。サーフインサンタンなんて言うんだろう。ここの街の探索はまた次回にしましょう。お宿屋っぽい。あ、バレットいるじゃん。え、ちょっと待って、宿屋どこよ。あ、宿屋ここだよね。あれ、セーブポイントがないな。あ、セーブしてやめたいのに。じゃあちょっと今回ここでやめときますかね。はい、じゃあ次回はここの街の続きからやっていきましょう。あ、レッドサーティーもなんか子供と遊んでんだけど。では、ご視聴いただきありがとうございました。